はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、こじりになるための2分間一緒にやるエクササイズを紹介します。2分間でですね、30秒ずつを左右に分けて3種目こじりにするトレーニングを紹介しますので、ぜひ準備できる方は一緒にやっていきましょう。そしてですね、お尻を大きくしたい人もいると思うんですけども、お尻がやっぱりちっちゃい人がね、いいなって思ってる人は今回のメニューがおすすめです。大臀筋を鍛えるとですね、スクワットをいわゆるするとお尻っていうのは基本大きくなりますんで、今回はね、中臀筋、小臀筋を使ったエクササイズですので、お尻がちっちゃい人はやってください。お尻をちっちゃくしたい方はやってください。では行きます。真似をしてついてきてください。では行きます。まずは右足から行きます。はい、まずはですね、お尻の高さに足を伸ばして上下に動かします。膝が曲がらないように、で猫背にならないように少し腰を反らしてですね、動かしていきます。これはあんまり早く動かさない方がいいです。ゆっくり、これぐらいです。ゆっくりいきましょう。あと5秒です。3、2、1、1。はい、足を変えましょう。見よう見まねでやっていきましょう。呼吸は自然にリラックスした状態でやっていきます。あと10秒です。はい、今度は斜め上にキックをします。目線は斜め上を見ときます。膝を曲げて膝を伸ばします。斜め45度にかかとで蹴り上げましょう。体が少し左に寄るのは大丈夫です。できるだけ足を高く上げましょう。あと少しです。はい、反対足いきます。斜め上を見ます。膝が肩につくぐらいまでしっかり膝を曲げたら斜め上に伸ばします。あと少しです。はい、今度は真横で足を動かします。足が上がらない方は体を少し左に倒してもいいです。真横で上下に動かします。これは結構辛いです。頑張りましょう。あと10秒。あと少しです。はい、反対でラストです。もうだいぶケツが痛いはずです。だいぶ皆さん今ケツに来てると思います。タートルも今ケツが痛いです。あと少しです。頑張って足を上げましょう。ケツが痛い、ケツが痛いぞ。よし、タイマーストップ。はい、皆さんお疲れでした。2分間3セットよく頑張りました。お尻がね、少し痛く熱くなってると思います。なので今回はお尻のストレッチを最後にいきましょう。はい、足を組んだ状態で寝ます。足の間に左手を入れてですね、右のすねを持って自分の胸の方に引き寄せましょう。息を吐きます。はい、吸います。吐きます。はい、吸って、はい、吐きます。はい、反対も行きましょう。呼吸3回やります。はい、今みたいにですね、最後ストレッチを必ずやってください。
お尻がですね、硬くなってしまうと大きくなりやすくなります。なので鍛え、お尻を鍛えたらしっかりお尻もストレッチをして筋肉をしっかり伸ばしてですね、柔らかく固めていきましょう。今回は2分小尻トレーニング3種目でした。ぜひコメント、そして説明欄のブログ遊びに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。